今日はベリーネイビーのウェブの撮影です。いつもよりちょっと濃いめのメイクで、なんか久しぶりな感じ。ハロー、撮影から帰ってきました。撮影でね、レモンケーキもらったんだ。じゃーん、これ後でおやつに食べるの楽しみです。で、今日はこれから昨日届いた色香のチェックでございます。この間お見せしたのがこれ、つかみ本って言って、この中がページが全然何もないやつで、でね、ずっと私はチェックをこれでやってるの。あのプリント用紙にプリントしたのを糊で貼っつけたあのチェックするやつなんですけど、もうちょっとこうボロボロになってきつつ、でこれがこっち、こういう感じで、これが実際の紙です。いい紙を今回選んでるので、写真の出方がめっちゃ綺麗で、まあ、ちょっと黒がこう沈んじゃうところが、染みて沈んじゃうところがあるんですけど、でも写真めっちゃ綺麗に本当に出てるので、すごい嬉しい。休憩。おいしそうだぞ。あ、剥がれちゃった。でも、おいしそう。いただきます。うん、うん、やほ。そろそろ前髪がさばきづらくなってまいりまして、なんかこの中途半端な感じで切るのか伸ばすのかどうすんのっていう感じです。この前髪短くするとさ、今後どうする問題、途中どうする問題絶対なるよね。なんかコテとか使ったりとかできるタイプではないのでなんとなく雰囲気に任せていつも前髪はなんかこう、漂ってる感じになってるんですけどまあそれはさておき、今日は USM に行きます。あのすごい有名な棚のあのブランド、よくおしゃれな家の写真とかで見るやつ、あれずっと欲しかったんですけど、家具を変えたので、リビングでプロジェクターをゲットして、でテレビをやめてテレビボードをやめるんですけど、ついにテレビボードの行く先が、お嫁に行く先が決まったので、やっと帰れるねっていうことで、今日はそのテレビボードに代わるちょっと低めの棚、収納にもなるもの、テレビは上に置かないんだけど、それを見に行きたいなということで、丸の内にある、はい、お店に行ってきます。帰ってまいりました。こちら。カタログもらって帰ってきました。もうね、選択肢が多すぎて、お店の中にあるものが可愛すぎて、どれにしたらいいか分かんなくなっちゃって、で、インスタのアカウントもすごい素敵なので、インスタでこういろんなパターンを見てたら、これも可愛いね、あれも可愛いねってなって、で、ネットでいろんな形も見てたら、分かんなくなってきちゃったねってなって全然決められなかったです。でこれは一旦家に持ち帰って、家もう一回見てイメージ固めて、でウェブサイトにこうモックアップみたいなのが作れる機能があるので、それで一回いろいろやってみてお店戻ってこようっていうことになりました。でもね、行ってすごい良かった。実際のサイズとか、あ、こういうこともできちゃうんだとかがいっぱい見れたので、すごい参考になった。
やっほー、今日は千代のちゃんところの展示会に行ってまいります。千代のちゃんのブランドは下着のブランドで、自分の体を全部測ってオーダーメイドで作ってくれる下着なんですけど、オーダーメイドじゃなくてね、なんかもっと洒落た名前だった気がする。ビスコースで合ってるかな、ビスコース。とにかく自分の体に合った下着を作ってくれるブランドです。めちゃくちゃ綺麗なシルクとかレースとかを使っていて、体も綺麗に見えるし、あと着け心地もやっぱりオーダーしてビスコース作ってるので、着け心地もめちゃくちゃ良くて、デザインも素敵なので、今日は楽しみです。かわいい。あ、そう、キュー。このシナモンとかもすっごいかわいい。あ、でもこれもかわいいね。この、これも。うん。Yeah, this is really nice。 ちょっとなんか、似てるよね。似てる。ってことは似合う。でもなんか、黄色いから。やっほー、帰ってきました。かわいかった。下着。やっぱり下着っていいね。すごい、大人な。ムードになってとても良かったです。で、新しいコレクションはこう洋服と下着のレイヤードを楽しむみたいな考え方で、レースのバイカーショーツとか、ちょっとこっからちらっと見えて可愛いとか、お腹レース出して可愛いみたいなのがあって、すごい素敵でした。で、私はやっぱりいつもやってるキャミソールがやっぱり可愛いねっていうことになって、下着だけじゃなくて普通に普段着として着れるキャミソールをオーダーしてきました。色はチョコレートっていう色を選ん で、普段は黒とかに行っちゃいがちなんだけど、やっぱりすごい綺麗なシルクだから違う色挑戦したいということで、今回ははい、チョコレートにしてみました。すっごい楽しみやね、届くの。こう素肌に着ても可愛いし、こうカーディガンの下に着ても可愛いし、薄いタートルニットの上に着ても可愛いしみたいなことをすごい妄想して、うん、一人で盛り上がってましたね。 Beautiful graphic play of different shapes. It's an invitation for me that invites us to draw ourselves as we want.じゃーん、本の色香届きました。最後の色香です。まずはこれ、つかみ本。だらん。こちらが本ちゃんの表紙です。で、ちゃんと工場で貼ってもらったやつで、前は手作業で糊で塗ってたのでちょっとシワとか寄っちゃってたんだけど、実際の、はい、厚み、実際の紙で、ここは紫で、ここの柔らかさとかも前回から変わって、すごいやっぱ綺麗になってる、すごい。で、こちらが中身です。ほい、この写真の色味をこの間の色香で調整して、もうちょっと赤みを抜いてほしいとか、黒をもうちょっと立体感出してほしいとかっていうやり取りをし、ちょっと読みづらいからこういう風にデザイン変えたいですとか、デザイン変えたところもあって、それを反映したものが届きました。全部は見せられないんだけど、どうしよう、これとか見せても怒られないかな。ちょっとじゃんじゃん、はい、すごい本当にいい紙で、で、写真の見栄えもすごいいいし、結構満足な仕上がりになっております。で、今回コラムをまとめた一冊にはなるんですけど、もちろん本のためにスペシャルな企画もやっていて、で、前にインスタのストーリーズでジェニックの企画で皆さんの相談に答えますっていう企画のストーリーズあげたのを覚えてる人がいるかわからないんだけど、あれが実は書籍用の企画で、皆さんからいただいた相談に実際に答えるコーナーがあって、これもすごいね、読み応えのあるページになってるので楽しみにしていてほしいなっていうのと、あとは今回の本のテーマにあった物紹介とかもしていて、スキンケアとかメンタルケアとかインナーケアとかのアイテムとかも紹介してるので、それもぜひぜひチェックしてほしいなっていうのと、もう見てほしいところはいっぱいあるんですけど、今回本当に
文字がすごい多くて読み物みたいな感じになってるので、長い間みんなに楽しんでもらえる一冊になるんじゃないかなと思って、すごく楽しみです。で、私の中で本っていうのはいろんな縁を運んできてくれるものだと思っていて、発売は11月24日なんだけど、でもそこからが本当の始まりというか、みんなの手元に届いてから本のストーリーっていうのは始まっていくんじゃないかなって、うん、感じています。それぞれの場所でそれぞれの形でこの本が変化していくのがすごく楽しみです。で、イベントもすごく楽しみだし、この本を介してまたみんなと新しくつながっていくのも楽しみだし、うん、特別な、はい、本になってきているし、なっていくなって思ってます。で、特別版の先行予約はもう終わっちゃってるんですけど、通常版の先行予約は今もジェニックのウェブサイトでしていて、今回書店に並ばないので細かい内容とか通常予約の予約方法とか、詳しくジェニックのウェブサイトに載っているので、気になる方はぜひそちらをチェックしてください。